はい、こんにちは、中地です。本日はシークレットオブグリーンディアのベータを紹介したいと思います。それでは早速ストーリーモード、はい、キャラクタークリエーションの画面にやってまいりました。ここで性別を変えたり髪型を変えたりいろいろいじることができます。肌の色とかね、可愛らしいよね。でランダマイズでこうやって適当に作ることもできます。とりあえずスタートしていきたいと思います。はい、ゲームが始まりました。まずはね、いきなり RPG のようにお話が始まっております。お話はちょっと飛ばしますね。そしてクエストが出ました。これで動けます。キャラクターを動かすには点キーを使うんですよ。点キーじゃないね、矢印キーを使うのでコントローラーに対応してますんで、コントローラーでやる方が正直やりやすいです。見てこれ、可愛くない？この感じで、あ、可愛い、面白そうって思った人はもうありなんじゃないかなと。買っちゃえ買っちゃえっていう感じなんですけど、このゲームはですね、ドット絵でこうキャラクターが動き回る RPG、 アクション RPG かなになります。で、まあとある主人公たちが、まずは試験に受かろうってことでとある場所に行けと言われて、その後、なんやかんやありまして冒険に出るっていうストーリーなんですけど、このようにログが出ててね、剣を手に入れました。これで剣を振ることができます。で、こっちのね、洞窟にも行けって言われたんで行ってみたいと思います。するといろんなものがね、こうあって、で壺のかけらとか人参とかね、こういろいろ細かいアイテムもたくさんあります。よいしょ。あなたは盾を見つけました。で A ボタンを押すと盾が構えられます。これはね、壊れちゃうみたいですよ。でジャストガードみたいな概念もあって、その辺もね面白いんだよね。ではちょっとこの老人にここを通させてもらいましょうか。通してくれ。ということで剣と盾を手に入れたので街の外に出ることができました。いいよね、音楽もいいし。バッグが出てきました。このバッグもね、いろいろお話ししてくれて口が悪いんだけどね、面白いんですよ。可愛いよね。はい、ちょっとお話部分は飛ばしました。で、こっから冒険の始まりでございます。もうスライムとかがいきなりいます。で、このゲームはね、もう完全にアクションゲームで、で、少しだけ進めたんですけど、結構ね、歯応えのあるね、難しいモンスターがたくさん出てきて、単純なね、アクションはつまらないっていう人でも、このゲームはね、すごく楽しめるんじゃないかなと思います。こう、今でこそこうやって適当にね、動いてる敵を叩いてるだけっぽいんですけど、例えばこいつとか、一回攻撃しないと、あれかな。こういう風にちょっとね、飛びかかってくる攻撃をしたりで、ガードしたりして、このように戦うことができます。頭の上に出てたゲージは盾が壊れちゃうんですよね、なくなると。なのでなるべく盾は常に、えいえい、タイミング合わせてガードして、こう攻撃に、なんだろうな、攻撃されるときだけ、避けられるときは避けて、ゲージを完全になくさないように戦ったりして、これがねすごく面白いんですよ。そこの宝箱が気になるんで取りましょうか。で、右上に出ました、これ魔徳が上がるので、魔徳が上がるので装備してみましたが、これは魔法の杖ですね。で、これだとちょっと弱いんですよ。ただ魔法の攻撃力が上がってます。でも魔法ってなんだって話なんですけど、メニューを開きます。ここで開いていいかな、敵に攻撃されないから。
メニューも可愛いよね。で、ここで装備欄があったり、ここにスキルが並んでたりします。例えばこのタレント、タレントっていうのは、まあパッシブみたいなものなんですけど、例えばアタックとマトックを、魔法アタックなのかな、 M アタック、 ATK マトックって呼んじゃってますけど、うん、こういうのがたくさんあります。まあたくさんでもないんだけど、こういう技がいろいろ書いてあって、マジックとメレーと近接か魔法かに分かれます。で、せっかくなんでメレー片手か両手か、これにしてみようかな。ドッジストライク、これを振ってみましょうか。で、今ゲージが1個伸びました。このドッジストライクっていうのはどういうことをするのかなっていうのをこうやってチェックすることができます。で、このブロンズチャージ、シルバーチャージっていうのはレベルが上がるとチャージの容量が増えて攻撃の内容が少し変わったりします。うん、なのでせっかくなんで片手のスキルを振ったので、片手剣を装備しておきましょうか。これでいいんだっけ、これだね。ワンハンドかツーハンドのも選べます。で、これ Y ボタンに技がついたので、こういう技ですね。なんで攻撃して下がって攻撃、下がって攻撃みたいなこともできるようになります。これいいよね。で、軽快にすごい動いてくれるんで、キャラクターが。で、アニメーションも多くてね、気持ちいいよね。動かしててすごく楽しいです。スッ、うん。で、スキル振っちゃったやつもお金を消費して戻すこともできます。気に入らないなと思ったらお金を消費して。おいおい、痛い、下がる、刺す、おい、下がる、えい、危ない。いいよね、面白いよね。うん、こんなことをしながらさっきみたいに村人が話しかけてきたりとかするんですけど、実際にね、冒険を繰り広げるわけですよ。宝箱だ。あ、サンダルだ。で、この上もね、おそらく行けるようになるんでしょうね。どうやって行くんだろうとかね、そういうのはストーリーを進めていくとどんどん分かってくるのかな。僕もね、あんまりやってないんですけど、すごく面白くて、で、ちょっと紹介したいなと思ってこんな動画を撮ってみました。もうちょっと単純なんですけど、これで紹介は終わりにしたいと思います。で、一番ちょっと大きな目玉というのを最後に言おうかなと思ったんですけど、撮っとく必要もないんだけど、最後に、実はこれマルチで遊ぶことができます。フレンドさんと最大4人でマルチでこの世界を冒険することができます。で、もちろんフレンドが入ってくるとモンスターも人数によって強さが変わってきます。今は僕1人なんでそんなに敵は強くないんですが、3人4人となってくると、こういう普通のスライムでも1人で挑むにはちょっと難しいね。よいしょ。ちょっと難しい難易度になって、ノーマルは簡単なんだけど、簡単でもないんだよね。ノーマルでもちょっと難しいぐらい、ノーマルでもちょっと難しいんですけど、ハードはめちゃめちゃ難しいらしいので、こういうアクションゲームが得意な人っていうのはちょっとハードでやってみるのも面白いのかなと思います。うん黙っちゃうね、面白い。で、おそらく僕がまだ出会ってないんですけど、クラフトの要素とかもあったり、ちょっとここアクティブなモンスターが多いからね、そう、ここのレシピがあるんですけど、なんか作れそうだよね、素材を使って。うん、なのでこういうクラフトの要素もあったり、あとはコレクタブルできるものもあったり、アチーブもありますね。で、モンスターも何倒してないだろうみたいな、図鑑埋めも面白いんじゃないかなと思います。
カードっていうね概念もストーリーをやると分かります。すごい面白いです。マップはこんな感じ。今この最初の村から下に降りてきたところで、結構広そうだよねパッと見。うん、すごい面白い。最近ちょっとハマってフレンドと遊んでいるゲームです。もしよければね、 Steam で1480円で販売されていますので、でアップデートがね、もう出たのが、アーリーが始まったのが15年とかなんですけど、先月9月の末にも、アップデートが入って、でバグの修正とかだけじゃなくて新しい要素っていうのもそこで入ってきたりして、なんだろうな、正直こうインディーのゲームって発売日がしばらく経っててアーリーだとちょっと怖いじゃないですか。完成まで行くのかこのゲームはみたいな、そういうのもあると思うんですけど、このゲームは今のところすごく精力的に、なんだろう、ガンガンアップデートを入れてきてくれてるので、これからもどんどん面白いゲームになっていくんじゃないかなと思います。ちなみになんですけど、ストーリーはまだ完結はしていないらしいです。うん、なのでサブクエとかも豊富にあるんで、こうやってアイテムをチクチク集めながら可愛い世界でアクションゲームをマルチで遊べるっていうゲームはなかなかないんでね、ぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。そんなこんなでちょっとした紹介動画になっちゃいましたが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。